秋元真夏です。私と若月は仲がいい。しょっちゅうご飯に行っている。若月がぐったりした様子で明らかに落ち込んでいるとき、大丈夫？って聞くと、若月は大丈夫って答える。でも、その時が一番やばい。乃木坂入って変わるようになったのが、劣等感を抱えるイコール、自分のことしか考えてないって思って。なんか、あの子より私は劣ってる。私はあの子のようになれない。どうして私は私はってなった結果、それ私ばっかじゃんと思って。若月はストイックで真面目、責任感も強く、男前でかっこいい、空気を読むのがうまい、対応力がすごい。相手の求めていることを全力で返す。だからすぐに追い込まれる。いっぱいいっぱいになる。秋元真夏は唯一頼ってしまいます。甘えちゃいますね。ね、ご飯行こう。ね、話聞いて。でも辛いとか。若月は私の前では全然かっこよくない。イケメンなんかじゃない。根は乙女だ。甘えっ子だ。好きだらけの女の子。私は企んでいる。若月女子化計画。このツアーで若月の新しい顔を見てほしい。逆に私はイケメンキャラで頑張ります。若月のを見てもらいました、はい、ライブ後のコメントがあるみたいなので、はい、そちらもどうぞ。なんか言っていいですか？なんかオープニングの映像を、私だったんですよ、名古屋初日が。で、まさか自分があんなたんた一人のやつ出されると思ってなくて、めっちゃ、なんだろう、一番最後の文字とか、女の子化計画、真夏が喋ってくれたんですけど、言われてから出るのめっちゃ恥ずかしくて。でも、なんか初めにそれだけピックアップしてもらえたから、ちょっと今日は仙台も頑張ったんですけど、名古屋一発目としてちょっと出してもらったから頑張んなきゃなと思って、本当に想像以上に汗をかきました。一回も手を抜かず、一瞬確かに若さも汗かいてますね。ねえ、出たかなとちょっと思ってます。